危ない。なんとかアイテムは回収できたわ。こっちもなんとかアイテムは回収できそうだ。エンダーマンの目を見ないってのを意識すれば襲われないんだけど、ふとした瞬間に目が合っているっぽいからな。引き続きエンドクリスタルの破壊を目指していくぜ。できれば鉄格子のあるやつをお願いします。さすがに鉄格子の間を狙って弓で撃てる気がしないので。仕方ないぜ。壊してやるか。やばいマリサ、近くにエンダードラゴンが。マジかよ。ここまで登ったのに落とされたくねえ。なんとか耐えて。いや、エンダードラゴンどこかに行きそうだよ。よし、壊した壊した。ナイスマリサ。だが壊した爆発でハートが残り1個だぜ。ひょっとして私は絶体絶命なのでは。一発殴っておこうか。それやったら冗談じゃ済まないぞ。業務は荷物回収できた。今回収中です。とりあえず鉄格子のやつは全て壊したから、あとは弓でも破壊できると思うから業務も頼むぞ。了解、少しでも壊せるように頑張ります。私たちは引き続き柱に登って壊していくか。マジでエンダードラゴンが怖すぎる。鳴き声もでかいから迫力あるんだよね。クリスタル3つ壊しました。はぁ、マジで言ってる。え、全部弓で破壊したのか。そうだよ。ここに来てヨウムが神プレイを見せてきた。おい、私が狙っていたやつヨウムが壊してるじゃん。それは草、お前が遅かったんだな。私にも手柄を少しくらい持たせてよ。こういうのは全て早い者勝ちだから仕方ない。痛い、ドラゴンの攻撃強すぎるな。一気にハートが削れるよね。うわぁ、めっちゃ吹っ飛ばされた。マリサが壊そうとしたやつやっといたよ。お、やるなヨウム。いつからそんなに凄腕でスナイパーになったの。今日は弓の精度がめちゃくちゃいい。これはヨウムに弓を持たせて正解だったのでは。そして私も一個壊します。おや。お、なんか順調に進んできたな。あとエンドクリスタルは三つかな。三つとも全て並んでいるやつかな。それさえ壊してしまえばあとはドラゴンを倒すだけ。希望が見てきたぞ。やばい、ここに来てエンダーマンに襲われている。どこかの足場に乗って上に登るんだ。ここでやられたくない。いやでも無理だ、エンダーマンの攻撃が早すぎる。エースがやられてしまうぞ。ああ。よし、エースはやられた。今度は私の時代だ。こういう時大体撤退しているの草。やっぱ油断するとエンダーマンにやられるね。あ、ここで弓持っていたら簡単にあと2つ壊せたのに。てかなんだかんだロストしてないから武器とか防具とかもったいぶらずにがっつり活用してもよかったかもしれないな。ロストの恐怖ってすごいからね。ネガーとかのトラウマがあるから特に。クリスタル壊す時の爆発が怖いんだよな。ちょっと離れてから壊そう。え、何をやっているのマリサ。外側に行き過ぎて落ちてしまった。もうマリサはおっちょこちょいなんだから。あれ、霊夢もおっちょこちょいなんじゃない。ちょっと待って、何今のやられ方。究極にダサいと思ってしまったのでカットすることを求む。大々的に使うので諦めてください。結局あと何個残ってるの。私は壊し損ねたからあと2つ残っているはず。あ、片方壊せたかもしれない。もうヨウム、お前がナンバーワンだ。そのくだりハマってるのかお前。あ、ちゃんと壊れているね。ということはこのエンドクリスタルで最後か。やっちまえマリサ。破壊しました。ナイス。ということはエンダードラゴンはもう回復しなくなりました。あとは討伐するだけか。行くぞ。ずっと動いているエンダードラゴンを弓で狙うの結構難しいのね。スナイパー用も頑張って。でも順調に HP は減らしている。全然いけるぞ。中心にいる時ってダメージ入らないんだっけ。確実に当たっていると思うけど当たり判定がないってことはそうなのかも。ちょっと私は二人が狙っている間にアイテムを回収するぜ。あれ、いつの間にやられていたんですか。いや、弓が欲しかったからあえてやられたんだぜ。いやそういうのいいから。は、お前をこの弓で撃ち抜くぞ。やれるならやってみろ。この状況で喧嘩する。やばい、思ったより HP なかった。ヨウム、もう私は弓が当たる気がしないので近接で行きます。近接近接。脳筋戦法来た。だけどあれだな、その脳筋戦法思ったよりいけるぞ。なんか一気に HP 半分くらいまで持っていけた。お、あともう少しで討伐できる。それなら私も近接で攻めるか。ここは二人で近接で攻めよう。もう私たちは弓でスマートに倒すのは諦めた。泥臭くいくんじゃ。え、本当にそのまま倒しきれるのでは。いけちゃういけちゃう。そして私は自分のロストしたアイテムが見つからない。ヨウムが弓を失った。
それはただの饅頭なのでは？どういう意味ですか？さあ、いやお前が言ったんだろ。あそこにアイテムいっぱい落ちてるじゃん。え、どこどこ？あ、本当だ、ありがとう霊夢。そしてマリサはどんなスタイルで戦っているの？いやぁ、エンダーマンと目が合ってしまってこうなってしまったんだよな。でもこれ、結構安全だぞ。っていうか HP があと少しじゃん。ここで私が決める、オラ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 。もう私もやられるの覚悟でいく。おやぁ。マリサぁ。あぁ、エンダードラゴン飛び立っちゃった。でも本当にあとちょっとだぞ、頑張れお前ら。あ、ヨウムを狙っているエンダーマンいる。え、こんな大事な時に。あ、私が殴ったからこっちに来たわ。あー、やられちゃったエンダーマン、許すまじ。一旦ボールは回収して。あ、マリサはボール回収できた。誰にも襲われず無事に回収できたぜ。おお、倒した。え、やったのか。マジで。うおお、上からエンチャントのオーブが降ってきた。私たちはこれを求めていたんだ。やった？これでエンダードラゴン完全制覇だね。さすがにドラゴンを倒した報酬はでかいな。すぐにエンチャントが溜まるね。でもこれで海底神殿のためのツールが全て手に入るから、いよいよやれることの選択肢が増えてきたよね。でもこれで一区切りついた感じあるな。エンドラ討伐はマインクラフトの大イベントですからね。やばい。エンダーマンに狙われている。え、大丈夫。もうここでやられるならポータルに入れ。やられるやられる、その前に帰ります。じゃあ私も帰ります。最後まで忙しいな。私もついていくぜ。エンディングです。まあこのエンディングはもう何回も見てる人いると思うから、そんなここに特別感はないと思うが。でもこの実況もここまで来たっていうのが感慨深くなったね。エンディング見たい人はそんなにいないと思うのでここは飛ばします。さて、エンドラ討伐も終わったが、ここから何をやるか。まあ当初の目的はさっきも言った通り海底神殿に行くための防具をエンチャントで出すっていうのが一番だったけど、でもここまで来たらエンドしても行きたいよね。わかる。エリトラもちょっと欲しいな。エンドして、ここで言っとくか。でもやられる可能性もあるから一旦拠点に戻ってエンチャントだけ済まさない？そうだな。このエンチャントレベル持ってエンドしてに行くのは少し怖い。ってことでいつも通りネザー経由で帰還。すでにできていた道だから何事もなく帰還。うん、今マグマに落ちればいいって言った人いない？そんな性格の悪い人は視聴者さんにいないよ。性格の悪いのは霊夢だけだからな。それは聞き捨てならない発言ですね。後でこっそりマリサの頭からマグマ流し込みますね。サイコパスじゃねえか。おお、ちょっと懐かしさを感じる拠点。無事にエンダードラゴンに食べられずに戻ってくることができたよみんな。さて、釣りでもやろうかな。ヨウムはいつも通り釣りか。逆にやっていないと不安になる。エンチャント部屋の隣にチェスト作ってそこにダイヤ防具とか入れといたから。これ使ってエンチャントしてもらって。あれ、ちなみにお前らはエンチャントレベルどれくらいあるのか。私は52かな。私は、16かな。は、なんかめっちゃ少なくないか。二人がほとんど取っていたから私はあまり取れなかった。なんか、ごめんね。ちなみに私は40だな。私だけめっちゃ多いんだ。あんまり活躍してないのにエンチャントだけ奪ってる。いやマリサに言われたくないわ。そうだよ。あんまり活躍してないのに。ヨウムに言われるとマジになっちゃうからやめてくれ。これはもうここにある防具を片っ端からエンチャントする感じか。そうだね、水中呼吸や水中歩行とかを優先的にエンチャントしていく感じで。海底神殿で使えるって意味ではトライデントもエンチャントするのありだよな。でもトライデントのエンチャントって何がいいのかがわからない。そもそも投げて終わりの武器だからあまり強そうに感じないよね。それがな、忠誠心っていうエンチャントがあれば投げたトライデントが戻ってくるらしいぞ。あ、忠誠心ってそういう意味なのか。ちょっと拠点にあったトライデントをエンチャントしてみるな。あ、了解。え、ひょっとして神トライデント完成したのでは。え、神エンチャントついた。さっき言ってた忠誠心に加えてチャネリングと串刺しがついた。何ですかそのエンチャント。串刺しは攻撃力アップみたいなやつだな。チャネリングっていうのは雷雨が降っている時トライデントを投げたところに雷を落とすみたい。え、雷を操れるんですか。天候を味方につけられるなんて。お、こっちは水中移動がつきました。なんか海底神殿も行けそうな雰囲気出てきたな。やっぱエンチャントは数できると狙いのものが出せるね。もう一回エンドラ倒したいくらいだ。さっき倒したばかりなのに。ご視聴ありがとうございました。概要欄には生声実況チャンネル、実写チャンネル、Twitter、ミルダムの URL があります。生声実況チャンネルではゆっくりの撮影裏側。実写チャンネルでは普段使っている PC 開封動画やうぷ主の日常。
ツイッターでは動画の最新情報。ミルダムではマイクラ配信やゆっくり実況のネタ制作も今後行う予定です。よかったら皆さんそれぞれチェックしてみてください。それじゃあ次回の動画でまた会おうぜ。